はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、女流本因坊戦の本戦から、シャン・イーミー六段対、森初段の一局を、見ていきたいと思います。シャーさんの黒番ですね。いきなりね、森さんは強敵との対局となりましたね。まあ、この手なんかね、AI がね、推奨する手なんですよね。まあ、こうとか、こちらに出ていくのもあるんでしょうけど、今回は普通に冷静に受けました。まあ、これで黒が不満ないっていう感じもしますよね。黒字大きいですよね。これも、まあ、詰めは硬い手で、まあ、黒はね、喜んで三々入れば十分って感じがします。まあ、白はコスミつけて攻めたいんですけど、まあ、こうとかね、最近ではこう、まあ、ここは来ないかな。まあ、角はこの局面では考えられるかなと思いますね。こういうような感じで、打つのも考えられます。まあ、詰めました。これはね、喜んで迷わず三々に入ってていいかなっていう感じがしますね。まあ、切り一本はこれは捨て石に使うような感じです。まあ、この石はね、直接動かないかなと思いますね。実戦もこのように打って、これも全部捨て石です。ただ、ここ跳ねる手を残しましたね。こうなれば黒も打ってる感じがします。明るく飛んで、まあ、これは最初から捨てるとこなので、これで、十分と見てます。手厚くつないで、ここがもうピンとね、決まりましたね。まあ、継がない手もありそうですけどね。またこの石を捨てて、他にどんどん大場に展開するのもありそうですけど、まあ、味よく。そうですね、33。この局面ではかかってもね、コスミつけてこう打たれるのが見えてますんで、33でね、白を取りました。まあ、こうなると白が、地を取った分かれですけど、これだと黒はね、でもかかりよりはいいですからね。黒もポン抜いてますんで、普通にかかるよりは黒勝る図になりますね。まあ、手厚く曲げたんですけど、まあ、こちらも打ちたいですよね。ただ、これ押されて、まあ、ここもね、効いてますからね、後で。もうこことかで打たれて、これで負けちゃしょうがないんですけど、でも見た目的には詰めの方が大きそうですけどね。ここ打たれて、まあ、手筋を飛ばしましたけど、まあ、堂々とね、動かれて、そんなに成算があるとは思えないでしょうか。この切り一本は何なんでしょうね。まあ、ここ直接跳ねさせないっていうことかもしれませんけど、だいぶ地は損ですね。これはもう、あとは黒は見せじまいっていう感じでいいのかなと思いますね。ということで、ここで投了となりました。やっぱり序盤からね、黒の実利がすごく大きくて、なかなか、そうですね、
白は追いつく暇がなかったんじゃないかなと、はい、思いますね、やっぱり。やっぱりこういう手はね、序盤のね、こういう手は難しいですね。使い方が、はい、なんか一気にまずい手を打つと一気に悪くなってしまうような打ち方でね、はい、なかなか使いこなすのは、大変かなと思いますね。はい、はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは、失礼します。